はい、こんにちは、ルグリーです、えー。今日はですね、個人的にも注目している、まあ、スカイハイ g さんが企画しているダンク、まあ、ダンクショーケース、去年の12月に京セラドーム大阪で開催したものの、アーカイブ、アーカイブって言えばいいのかなこれはライブの過去映像ですよね。それが、 ちょっとびっくりしましたが、w e b i r t で配信が行われるというニュースがあったので、ちょっとご紹介したいと思います。w e b バ r ス、ご存知の方は多いと思いますけど、まあ、Hive、BTS が所属する Hive が運営している、なんて言えばいいんでしょうね。推し活用プラットフォームと僕は思ってますけど、アーティスト用 SNS みたいな感じですかね。その w e b i r t に、いや、これ PMSG、 のグループも w e v e r s e に参加する前プれなのかなちょっと個人的にはどっちなのか気になってるんですけど、今回は、えっと、別に BMSG のグループとかが w e v e r s e にコミュニティ作るって話ではなくて、あくまでダンクショーケースだけが w e v e r s e で配信されるみたいです。5月4日正午から。で、E1 が5月4日正午から。で、E2 が5月5日正午から疑似ライブ配信。 1>, 1ヶ月間みたいですね。w e b i r t はこういう有料配信のチケット売りもやってるってことなんですね。w e b i r t は世界中で使われているプラットフォームなので、まあ、世界配信というタイトルになってます。ダ、まあ、ンクショーケース自体は YouTube に一部アーカイブ上がってるんですよねその。これパフォーマンス全部じゃないんだよな。あの最後の ランクを使ったサイファー部分であったり、主なコラボのシーンみたいなの YouTube に結構な数上がってますからね。だからそれを見るとなんとなく16本とか上がってますからね。なんとなく見たような気持ちになるんですけど、もともとは去年の12月に京セラドーム大阪でやったライブなので、そのライブのフル映像自体は、 フールで先に公開されてるんですね。ダンクって、そのスカイハイさんの企画なんですけど、日テレと一緒に作っている番組で、もともとは日テレの深夜番組とかでやってたやつですんで、で、ライブを音楽番組として、アーカイブとして YouTube に上げていくっていうのが一つのスカイハイさんのアプローチだったんですけど、だってっきりね、日テレが作ってるから、まあ、フール独占なのかなと思ってたんですけど、 ダンクの音楽番組はフールでアーカイブ視聴ですけど、ショーケースはあくまでフールでも有料で期間限定だったみたいですね。12月2日3日に開催されたライブのものが1月3日から18日まで、あそこ、期間を分けて1月から2月の間に Day1、Day2 がフールで配信されてたと。で、これもチケット料金4800円だから。 結構ちゃんと撮ってた感じですよね。らライブを会場で見に行くよりは安いけれども、しっかりしたお値段を取っていたっていう。4月21日には日テレプラスでも配信されたみたいなページも消えちゃってますね。これで一通り日テレ側のグループとしては活用が終わったんで、外部配信に踏み出したのの第一弾が w e バー r ってことですかね。面白いですよね。その まあ、BMSG というと BEEFIRST が去年 Be the One というライブ映画を映画館で展開してましたけれども、それの映画自体は今 Amazon プライムビデオで見れるようになってま、ね、そ、ま、れ、あ、いろんなプラットフォームを多分試してるんだろうなと思いますね。まあ、配信サービスを使ったライブ配信っていうと 2B が今年 Amazon プライムビデオのまあの世界同時配信に挑戦していて今、アーカイブ見れるのかなみたいな多分、ストリーミング配信系と組むっていうのは、だんだん出てきているイメージがあるんですけど、VVS でね、チケットを売るっていうのはちょっと、そういうのがあるんだっていうのは知らなかったんで、面白いな。v v r s まな、あ、ん、まあ、と言っても b t s を軸に K-POP のアーティストのファンの人たちは世界中から集まってきている数千万人の会員登録があるプラットフォームなので、まあ、今回のダンクショーケースは、イティーズも出て,てましたんで、まあ、エイティーズはウィーバースにコミュニティはないみたいなんですけど、まあ、そういう意味では K-POP のファンにニーズがある可能性はあるんで、ちょっとどういう反響があるのかちょっと楽しみですよね。ダンクショーケース。 いろんな日本のグループ出てますからね。これが w e ーバ r スで見てもらえてファンが増えるきっかけになったりすると、u、まあ、スビーも w e ーバ r スにコミュニティちょうど作ったところですけど、日本のこういうボーイズグループも w e ーバ r スにコミュニティを作るっていう流れになるのかどうか、ちょっと注目だなっていう。個人的にはどっちかっていうと日本のアーティストには日本のプラットフォームで新しく始めてほしいなと思ってる側ですけど、まあね、Webirth 数千万人登録あるの考えたら、 グローバルに出ていく入り口としてはやっぱ使うのは使わないと損っていうのはあるのかなと思いました。はい。ということで、えー、こちらのチャンネルでは日本のエンタメな海外展開を密かに応援したいなと思っていますので、えー、他にもこんな話してますよって方がおられましたら、ぜひコメントや DM で教えていただけると幸いです。おはようございます。